ウダイシング2世は、北インドのラージャスターン地方、メーワール王国の君主。1522年8月4日、メーワール王国の君主サングラームシングの息子として、チットオルガルで誕生した。1534年、首都、チットオルガルが、グジャラーとスルターン朝に包囲された際、ウダイシングは、ブーンディに避難していた。1537年、兄王ビクラマーディティアシングが、 バンビール・シングに殺害されたことにより、王位を継承した。とはいえ、ウダイ・シングが、バンビール・シングを打倒するまでの3年後の1540年まで、大冠式を行うことはできなかった。1567年10月、ムガル帝国の皇帝アクバルにより、首都チットオルガルが包囲された。ウダイ・シング2世は帝国に服属を拒み続けており、アクバルもまたこの地を落とさなければ、 他のラージプート諸王国に総試験を認めさせることはできないと理解していた。1568年2月、チットオルガルは長い包囲戦の末に陥落し、ラージュプートの戦士らは玉砕し果て、城にいた農民など大勢の人々が殺害された。だが、ウダイシング2世は丘陵地帯に逃げており、チットオル陥落後は、ウダイプルを名はある王国の進歩と定めた。 1572年3月3日、ウダ大シング2世は、五軍田で死亡した。死後、息子のプラタープシングが王位を継承した。ありがとうございます。